お酒でもお料理でも地のものにこだわって、ここに来たら地のものが食べれるよ、季節のものが食べれるよっていうのを楽しんでいただきたいなと思ってます。ドラゴンサイズのタチウオにこだわってまして、5本指とかっていうんですけども、そのタチウオが仕入れない限りお店ではやらないっていう。まあ、目で見ても楽しいですし、まず香りがたまらないですよね。食べるだけじゃなくて見た目でも楽しむって大事じゃないですか。なので一番インパクトもあって香りも強くて美味しくてって思ってます。中華に特化した居酒屋で、お刺身だったりお茶漬けだったりそういうのが全くなくて、で中華料理が出てくる居酒屋さんですよっていうイメージを持ってもらえると分かりやすいと思うんですよ。中華ってごま油だよねっていうイメージがあると思うんですけど、基本のラー油ってごま油が入ってるのもあるので、そうすると甘くなっちゃうので、やっぱり香辛料の香り、そっちを感じてもらいたいので、一応四川風って歌ってるんですけど、そこまでぶっちぎって辛くはしてないんですよ。でも山椒の風味はしっかり感じられる麻婆豆腐にしてて、このしびれ感がたまらない癖になるというか、皆さんがね、お値段安く飲んでいただいて楽しく帰っていただくのをモットーにしてます。おソースもね、飲んでる人、飲んでない人の区別をつけて作るんですよ。ちゃんとシェフがいるんですけど、お酒飲んでる、飲んでない、この今日飲んでないって言うと、それなりにあっさりした感じで、でお酒飲んでる方だとちょっと濃い味かな。卵がねついてるもんですからね、卵との味の調和でこってり感がないし、まろやかになりますね。意外とね、あっさり食べれると思います。ここは江戸時代から続く伝統の蔵を改装した素敵な居酒屋です。地元のものを使っているってところがこだわりですね。私小さい時からよくホーバーステーキ食べに連れてってもらって、すごいホーバーステーキが大好きなんですよ。静岡黒毛和牛を使っているので、本当お肉の味も楽しんでもらいたいし、味噌のほんのり甘い感じにネギの香ばしい香り、
本場の香りもマッチしてとてもおすすめの一品になってます。